東工業前停留場は、高知県南国市篠原にある都佐電、交通5面線の路面電車停留場。当地に5面線の路線が通じたのは1911年。都佐で交通の前身都佐電機鉄道によって、大津停留場から5面中町通り停留場までの区間が開通したのに合わせて、当地にはまず、稲吉通停留場が設けられた。 同停留場は、その後、1942年に廃止される。東工業前停留場が開業したのはそれから約20年後の1963年。それまで隣の住吉通停留場が最寄りであった、高知県立高知東工業高等学校の通学利便性を向上させるため、西岸駅として新設された。なお資料によっては、廃止された。 稲吉通停留場が復活したものとして扱うものもある。東工業前停留場は五面線の専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように廃される。互いのホーム位置は東西方向にずれていて、東に五面町方面行きのホーム、西に針間や橋方面行きのホームがある。 高知県立高知東工業高等学校は南へ200メートル。東工業前バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABCDEF 土佐電鉄の電車と街を愛する会、土佐電鉄が走る街根雑、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年、100.156から158ページ。ISBN4 から533064116。 ABCDE 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、61ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABC 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、高段舎、図説、日本の鉄道、2013年。 34.90ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、路面電車は行く高知高知新聞社、1998年、82ページ。 ISBN4875032684 ありがとうございます。